災害による犠牲者も当然ですね、我々としては犠牲者として追随するということは重要なんですけど、今回 その関東大震災における朝鮮人や中国人に対する虐殺というのはこれは人災なんですね。だから食い止めることができたわけです。だからそれに対して真相究明をして、そして、それに対して、ちゃんと、犠牲者被害者や遺族に対して謝罪するということは、これは重要なことだと思うんですね。この点は小池都知事は犠牲者全般で自分は追悼しているから、これまで朝鮮人犠牲者の追悼会に関してはですね、追悼文を送っていたのに2017年からですからね、小池都知事は追悼文を送らなくなったと。これはやっぱり人災である朝鮮人や中国人に対する虐殺をですね、自然災害と同視するものです。逆にそういう虐殺の実態を隠蔽することにつながるので、私は正しくないと思っています。それから過去に起こったこういう問題について、ちゃんと反省をして、こういう問題について二度と起こさないと、そういう誓いをしない限り同じ過ちを繰り返す可能性があります。そういう意味でも、過去に起こったことをですね、もう過去のことだということで終わりにしないで、ちゃんと振り返って反省をする、そしてそういう記憶を継承するということは、同じ過ちを起こさない上で非常に重要な取り組みだと思っております。でこういう取り組みをすることが私はアジアの平和につながるというふうに確信しておりますので、こういう犠牲者を慰霊するですね、取り組みに何らかの形で参加しているわけです。